おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。今回もコロビューティブラックオプス3実況プレイをやらせていただきます。よろしくお願いいたします。今回使用する武器はハンドガンの中でも僕が一番嫌いな RK5、武器迷彩アンロックチャレンジの時もこいつが鬼門でした。何が辛いかっていうとね、いや、倒せるんですよ。倒せるんですよ、きっと。でもね、たまに倒せない。たまに倒せないし、なんかもうね、ヘッドショット当たんないしって感じですね。まあそんな感じの武器です。倒せるんやけどね。2枚目はちょっと聞いてないですね。洞窟から 何人か来ると思います。僕もこういう風な動画を上げてまして、4000人ぐらいですかね、チャンネル登録者数が。4000人っていう数すごいですよね。わお。わお、逃げれへんかったか、今の。そう、4000人って数すごいですよね。まあ、万人超えたらもう本当にもう有名な人になるかもしれませんが、まあ、4000人だとちょっとまだまだ知名度が足りないんでね、まあ、頑張って動画投稿頑張っていくんですけども、まあ、よくツイッターとかのリプ、ダイレクトメッセージ、プレイステーションメッセージ、なんかメールみたいなもんですかね、などから、メッセージいただくこと多々あります。本当に動画見てくださってるんだなというふうな感じでしみじみと思っておりますが、まあ、その中の質問で結構多かったのが、別の動画上げてくださいよみたいな感じ。その中でもやっぱマインクラフトというゲームが非常に多かったですね。そのマインクラフトの動画上げてくださいっていう、俺一人で何をしろと。俺、いや、ちょっと待ってくれ。弾のリロード辛いわ。角膜が欲しい。ちょっとね、マインクラフトっていうゲームね、センスないとできないよね、あれは。なんか何人かと一緒にやってこう一つのものを作り上げていくっていう感じですかね。まあ一人でマインクラフトやってたんですけど、しんどかったんでやめましたよね、途中で。しんどかったっていうか、その途中でこう、ああもう飽きたなっていう。こう作るのに飽きるっていう、作りすぎたんだよね。そう、俺は想像をしてしまい、こう物を作りすぎて、こう人間が増えたよみたいな、なんかなんかわけわかんなくなってきたけど、まあ要するにちょっとね、難しいんですよね。だけど、COD みたいな、この一人でやるゲームの方が楽しいんですよね、実況するにあたって。まあ1試合がそんなに長くないので、まあ、そういうところでもこう楽というか、動画を作るにあたってここ作りやすい、こういうスタイルの実況をやっていきたい。だから別のゲームの FPS ゲームだったら興味ありますけど、今のところまだ COD しかやる気が起きないって感じですね。 BF とかはなんか長いっすよね、試合がね。長い、試合が長いんで難しいね。あれは何分、十何分、チーデスでも何十何分ぐらいでしょ。いるわ。ピューリファイヤーに切り替えてればよかった。やっぱこう15発しんどいな。15発しんどいわ。いや、ちょっとこう相手中央いるな。相手中央いるわ。ちょっと行くわ、これ。来るかな。くそ、タイミング悪いわ。あれ、いや、味方追いかけるからいいや。あれ、ちょっとワンチャン俺が取ろうかなと思ったけど、いや、俺が取るー。よし、いるー。逃げる。そして飛び出して、いない。そっちいたか。おお、マジ追いかけられてた。あー、追いかけられてましたねー。くそ。くそ。純粋に悔しがる実況者の図。ここ通りたくないんだよね、俺。いやー、ここも行きたくないけどな。大体いるもんな。大体いるもん。見よけよ。絶対いるから。いねえわ。あ、リス変わってら。
裏から侵入しようかな。いや、こっち、いや、こっちからやな。あ、こっちからですわ。オッケー。来るといいっすね。まだいたか。くそ、2枚目とかの予想がちょっといまいち下手くそなんで。どっちみちリロード挟んだったとしても、あれは負けてましたよね。なんとかツートリガーで次の敵に立ち向かえるように、ちょっとこうせ、おっと。ああ、気まずい。こっちだ。いないか。いるやん。お、くそ。ナイス。いや、めっちゃいる。そこだー。そこだー。あー、くそ。くそ、ガンホーが欲しい。ピルファイア使うとき、ガンホーが欲しいな。うん、やっぱりガンホーだ。うん、やっぱりガンホー。パズドラのガンホーではないですよ。あ、いや。やばい。あ、いやー、ちょっと微妙やな。もう比率2ぐらいをキープして勝ちに行きたいんだが、やっぱこう得意な武器ではないと厳しいとこあるね。覗いてないよね。あれバレてないよね。あれバレてないよな。あれバレてないよね。よし、オッケー。バレてません。バレてます。やります。後ろから来る敵を、いや、その前に階段の敵をリロードして、こっちから来る敵を抑える。来てもいい、来てもいいやね。詰める。俺は詰める。壁橋、おらおらら。しゃあ、裏取り成功。しゃあ、あー、くそー、くそー。あー、むずいな。このゲームむずいな。赤点出てますね。あいつは味方に任せましょう。よし、ナイストリガー。ワッツアップ。もう、交通事故だわ。このハイスピードの感じが好きですね、私は。このゲーム。ナイス。ということで、75対70で、勝利することできました。RK5。角間が欲しいです。角間がファストマグ欲しいです。こんな感じですね。次回かな。次回で全武器使うシリーズが終わります。次回でね。最後まで動画見てってくれたら、幸いです。ではご視聴お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。